エヴァの中学社会歴史一問一答。今回は南北朝時代です。全10問。問題。鎌倉時代の終わり頃は恩賞が不足して御家人の生活が苦しくなっていきました。御家人の借金を帳消しにするとした法令を永仁の何令という？答え、永仁の徳政令。問題。鎌倉幕府や荘園領主に従わない新しい武士が登場してきました。それらの武士を何という？答え、悪党。問題。1333年鎌倉幕府を滅ぼした天皇を何という？答え、後醍醐天皇。問題。後醍醐天皇に協力した幕府の有力な御家人で、後に室町幕府の初代征夷大将軍になる人物を何という？答え、足利尊氏。問題。1333年後醍醐天皇が行った天皇や貴族中心の政治にしようとした政策を何の新政という？答え、建武の新政。問題。1336年足利尊氏は京都に天皇を建て、後醍醐天皇は奈良の吉野に逃れ、それぞれ北朝と南朝という2つの朝廷ができたこの時代を何という？答え、南北朝時代。問題。1338年足利尊氏は京都に室町幕府を開き、何という地位についた？答え、征夷大将軍。問題。南北朝時代の頃、領地をもらい、国内の武士をまとめて独自の支配を固めていった守護を何という？答え、守護大名。問題。中国ではモンゴル帝国の元を追い出し、次に何が中国を統一した？答え、明。問題。南北朝の分裂を統一し、南北朝時代を終わらせた足利氏の三代将軍は誰？答え、足利義満。お疲れ様でした。南北朝時代は北朝と南朝に天皇が分かれた異常な時代です。最終的に足利義満が統一するまで実は60年間もありました。次は室町時代です。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価をいただけると嬉しいです。エヴァのいろいろ一問一答でした。